はぁ横にならんかった。ヒルレナヒルレナです。ヒルレナ登場、ヒルレナ登場です。めっちゃちょっとしかやらんかも。やっほー、ヒルレナこんにちは。眠い。待ってました。いや嘘、やると思ってたの。いや、やらないつもりやった。配信気分お、名古屋に向かってます。今日入るのかな、公園。今日入るのかな。あ、横浜にいんの。うわ、グリーンの新幹線いいな。カップ麺お、トレード行きか。そろそろだ、お昼だもんね。当たったらいいな。あれな、何時に寝た。3時ぐらいじゃないかな。3時半とかかな。3時とかだった気がする。終われな、ミッション中かい。終われな。おはようじゃない方がいいのか、コメント。今日夏に5時まで起きてた。マジダメじゃん。寝起き普通に、ね、よく分かんなかったギフトおはよう、今起きたの。おはようじゃん。おはよう、かわいい。おはよう。なんでマスクしてんの。スピンだからあと寒いから。リハ終わってからメイクするから。ゴミ出しめっちゃ分かりやすかったよ。あの人あの人のおかげで今ね、あの生誕祭見ていいじゃん。やっほー、やっほー。応援企画マジ安すぎて無理なんだけど普通に。え、そうなの。え、なんで分かったの。自然光なの。自然光今開けてみた。開けて端っこに座ってみた。なんかちょっとだけでも日の光入れといた方がいいかなと思って。みんなが染まっちゃうの良さがそうなの。みんな方がいいの。こんにちは、おはよう。眉毛ない。自然光入れてみた。太陽光入れてみた。ちょっとでも入れといた方がいいかなと思って、なんかわかんないけど入れてみた。なんか日の光の当たり方は多分違う気がするけど。光合成なんです。光合成分かった。すごいね。ヒルレナです。今日マスクかわいい。マスクがかわいいの。マスクがかわいいんですかそう、今電気つけてないの、部屋の。太陽光かわいい、マスクかわいい。昨日前髪切ったんだけど、みんななんで気づいてくれないの。前髪結構切ったんだけど。マスクが、朝ってメール送ったっけ。まだメール送ってないね今日一回も。ごめんね。確かに気づいてないじゃん。前髪書いていました。え、ごめんね
可愛いでしょ。ちょっとまだあれだけど、斜めなのかなこれ。お前はちょっと、お前はちょっと、割と可愛い。なんでそんなに褒めてくれるの。そういえば前髪切った、もう遅いんよ。お、今日声入るんだって。待ってるね、楽しもうね。一応斜め本当に。まあでもこれはドライヤーしただけだから、ドライヤーしただけだから今のところ。前髪切ったけど気づかれない人の中に2番目かい。2番目かい。そう、今起きたから。落選しちゃったのって。かわいい。嘘、ちょっと斜めってる。レナニチは、レナニチは。まっすぐでしょ一応。ちょっとマシじゃない。メール送るね、編集してないのに。あ、いいじゃん。え、サッカーいいね。まつげ見えてんの。昨日には揃ってる。そう、頑張ってね、夜中に切ったの。忘れてて、前髪切るの。眠い。ちょーっとしてた。犯人終わろ。35分までできたら15分できるんだけどさ。35分までやってもいいんだけど。応援頑張ります。え、今日も風が強いの？強いんだ今日風。寂しい、行かないで。寂しいね。泣いてないでしょ。ミクさんいるよ。今から向かいます。あ、間に合う。あ、間に合うね。5時間5時ぐらいだもんね。今来ましたよ。もう絶対泣いてないね。大阪天気いい？今大阪じゃないから分からない。大阪じゃないし、もともと。やめてよ、何回も。兵庫なんですわ。枝毛だよね。15分やっとく方が安全だよね。まつげ松葉してる。松葉だけでもちょっと美容液塗ってないからボサボサだよね。それは思ってた。ね、寒いね。今日101日目。やばいよね、早くない？ほんと早い。それな。大阪と兵庫は違うんだっつうの。ゴミ分別学んでる最中、まだ研究中。先生のパクリ。ゴミ出し研究中です。ゴミ出し研究中。みんなあと1分だよ。ゴミ出し研究中なの。あの書き入れの専用ポストを見て研究中です。みんな楽しみにしててね、配信。来てくれる人会おうね、また後で来れる人、配信で見てる人。じゃあカメラ越しに会おうね。じゃあね。他に何を研究してますか？みんなのことだよ。楽しむね、ありがとう。バイバーイ。ありがとう、短いのに入ってきてくれて。バイバイ、またね。バイバーイ。 DMM 最善でいてね。ありがとう、バイバーイ。